というわけで今度ですね、うどんですね。こう紹介していこうかなという感じでなります。で、こういうようなね、お肉を、あ、うどんじゃねえ、こう、うどんに見せかけたけど、こう、玉ねぎでしたね、申し訳ないですね。うん。結構玉ねぎの新鮮さと、これハムの美味しさがあってね、最初これうどんかなと思ったんだけど、うどんじゃなかったですね。このネギがちょっと効いてて、玉ねぎの味があるね。なかなかこうさっぱりとしていいです。これにちょっとポン酢とか、そういったものをちょっと付け足すとまたさらに美味しくなるかなという感じで、さっぱりとして玉ねぎのしんみり、だからシンプルだけども玉ねぎのしんなりっていうか下味と、そのお肉のハムの柔らかさっていうのが非常にいいなという感じです。どうもありがとうございました。